高市早苗が再び総裁選出馬か。朝日報道で永田町や霞が関に激震が走った。朝日新聞10月21日朝刊 Y 一面トップに、自公過半数微妙な情勢、自民単独過半数割れの公算、衆院選情勢調査の見出しを書かれて次のように報じた。現時点では自民党公明党の与党は過半数233議席を維持できるか微妙な情勢で、自民は公示前の247議席から50議席程度減る見通し、立憲民主党は公示前の98議席から大幅増、国民民主党令和新選組に勢いなどの情勢となっている。平たく言うと自公連立政権にとってはるかに厳しい数字だったという。どのような事態が待ち受けているのか。27日が衆院選投開票日である。タラレバによって論考を進めたくないが、背に腹は変えられぬ。自公合わせて220議席を相当数割り込んだら、たとえ事前に追加公認対応や国民民主党玉木雄一郎代表との連立交渉を始めていたとしても、石破茂首相総裁森山博幹事長の引責辞任は避けて通れない。翌日未明になるにしても石破森山両氏の辞任会見は不可避である。その場合高市早苗前経済安全保障相は間違いなく出馬表明する。ここからはネット民の反応です。あなたはどう思いますか？誰がやっても過半数割れするのにそれで責任取れはアホすぎる。今総裁選やったばかりなのにもう一度コストをかけて総裁選やる意味はないわ。高市支持派は危機しかいない。自民は衆院第一党から引きずり下ろすしかない。まんま安倍晋三氏のストーリーをなぞる高市早苗か。そこで日本保守党ですよ。高市さんの出馬表明なんか 100% ないわ。我が誰が好きで石破の後の踏んぎ声するんだよ。我が小泉審議声にでも拾わせとけわな。大阪ローカル万博の一連の件がなければ維新も選択肢だったのに。長年の自民党の裏金や汚職問題が理由だから石破総理にそこまで罪はないだろわら。来年は参議院選挙だからな。裏金問題が響いて距離がある石破でさえ過半数割れもあり得る情勢だと高市を担いだら、来年の参議院選挙では改選議席で惨敗を喫するぞ。麻生がダダこねそうだもんな。そして萩生田まで当選させてしまうという表。裏金坪議員支援ババア総裁、繰り返しの集合ないないわな。自民党を壊滅させるしかないな。野党がそんな強いとは思わないのだが、特に立憲なんて大敗するのでは。朝日の話だしな。自民が今弱いのは誰もがわかる話だけど、で、代わりになるかって考えるといないから、消去法で自民圧勝かと思ってる。野党にはぜひ頑張ってもらいたいものだ。自民を腐すのではなく、国をどうしようかと真剣にやってもらいたい。与党野党と言ってるのがおかしい。独裁で良くなるわけないだろ。